はい。皆さん、こんにちは。ワナリグルビジです。では、今回はハードバインヤー4、ガンダム1年戦争モッド、サイド共栄圏建設物語、続きをプレイしていきたいと思います。サイド共栄圏、こちらの方はですね、前回までに建設自体は完了しています。現在はですね、地球降下作戦、地球侵攻作戦実行中というフェーズになります。で、前回ちょっとね、地球降下の後、よろしくない戦況だったということもありですね、やり直しをさせていただいていて、まあ、同じ地球降下作戦を行っているんですけども、北米大陸の方に部隊を集中させまして、ご覧のように北米大陸が安定的に侵攻しているという状況です。で、一方ですね、マクベが率いているヨーロッパの方が厳しくてですね、もしかしたらちょっと壊滅するかもしれないというのもあり、主力部隊は北米に集中させて、ヨーロッパの方はなんとかオデッサ、周辺をね、守るという方向でプレイの方を進めていきたいというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。北米の方はですね、まあ、シャア、これはカリフォルニアから進行中のシャア。さらに、まあ、ちょうどね、真ん中あたりから進んでいるのがランバラル。そして、メキシコ方面に向かってもらっているのがガトーですね。このあたりがね、中心となって戦ってもらっているという状況です。で、研究の方なんですけども、もうゲルグーがもうすぐ終わりますね。ゲルグーができたらですね、量産系のモビルスーツをザクから、徐々にゲルグーの方に切り替えていこうというふうに思っています。では、ゲルグーが完成しました。まあ、ゲルグからザクへとお話した通り、アップデートをかけていきたいと思います。で、この後さらにね、必要になってくる、まあ、その工場でのモビルスーツの生産に備えて、集中工業の4を入れておきます。で、生産のラインにはゲルグをね、ラインで作っていきましょう。まあ、数を増やしていきたいので、まあ、徐々にザクを減らすというところから、ザクの生産量を減らして、その分ですね、ゲルググの方に割いていこうかなというふうに思います。ゲルググが量産された暁には、連邦などあっという間に叩いてみせるというね、それくらいの性能がありますね、ゲルググはね。まあ、簡単に、じゃあゲルググの性能、まあ、ザクと比較してどうかというところをちょっと確認しておきましょうか。今、ザクはこのザク2の J 型をね、使っています。まあ、防御が11、突破が77、装甲が20っていう数値ですね。防御が11、突破が77、装甲が207ですね。じゃあ、これと比べて、ゲルグはというと、防御が25、突破が107、装甲が300と、もうどれの数値を見ても一回り上ですよね。なので、このゲルグをね、使っていきましょう。で、移動力に長けているドームもね、生産して、戦線に今投入していってますので、まあ、ドームとゲルググうまく組み合わせていきましょう。で、支援には、もう無理をして作ったザクワンスナイパー、これもね、支援として使っていきます。今年はね、まあ、コロナの影響もあり、まあ、皆さんいろんなところで苦労されてるかなと思うんですけど、ディズニーランド、ディズニーシーが結構ね、僕も僕の奥さんも好きでよく行ってたんですけども、激減してますね、行く回数がね。で、全く興味ない方は何のこっちゃいってなると思うんですけど、BBB ってビッグバンドビートっていうね、まあ、ミッキーとかミニーちゃんとかが出てくるショーがあるんですけど、まあ、それってまあ、ディズニーシーでやられてるものなんですけど、撮影が禁止なんですね。なんですが、ディズニーランドパリで行われている BBB は撮影ができるっていうのがあって、まあ、BBB に行きたかったんですけど、ちょっと今年の冬行くの難しそうかなっていうところでね、今のところちょっと断念せざるを得ない状況になっています。まあ、結構カメラとかビデカメとかね、好きでいろいろ買ってるんですけど、まあ、ソニーのものを主に使ってるんですけど、なんか若干ソニーのね、ビデカメへの注力が最近どうなんだいっていう感じがしてるんですよね。カメラはね、アルファシリーズかなり力入れてるなっていうのはひしひしと感じるんですけど、いかんせん、どうだろう。ビデカメに関してはもう全くやる気がないんじゃないかっていうぐらいで、
ちょっと製品開発力を感じないんですよね。ちょっと頑張ってもらいたいなと思うんですけどね。特に各社、パナソニックとか、キャノンとかはね、まあ、ビデカメ、民生用、まあ、家庭用って言った方がいいかな。家庭用のものでも、4K60p のもの出してるんですけど、まだね、ソニーはね、4K30p 止まりなんですよね。これまずちょっとしっかりやってほしいなっていうね、思いがあるんですけどね。ちょっと期待したいですけどね。さてと、そしたら、ガイアを新しく組み込んで、さらにビッターも入れる。ちょっとね、部隊数減らしてますけど、大部隊率いてますので、これで完全にもう北米大陸の制圧を完了させちゃいましょう。ガイアはね、一旦この辺りで待たせましょう。オーガスタ基地周辺になるんですけど、この辺り結構ね、連邦軍がふっと湧いて出てくることがあるので、それへの備えとしたいと思います。まあ、でもこうやって見ると、ガイアのところにドムがいないというのも微妙な話なので、ちょっと早いですけど、訓練も装備も十分じゃないですが、ドム、せっかくなんでガイアのところに配備しましょうか。ドームをガイアのところに入れます。で、代わりにザクをね、ガトーのところに送り込みましょう。こういう感じでね、ちょいちょい敵が強襲上陸をかけてきたりするので、これをガイアの部隊で、逐次撃破していきましょう。で、水陸両用モビルスーツはザクマリンタイプからですね、今、ドム、ごめんなさい、ズゴックの方に変えつつあるという状況ですね。これも、新しいものにね、タイミング、よく切り替えていくっていうのがね、重要になりますからね。資源不足、ゴムが不足してるので、これをどっからか輸入したいですね。フォンブラウンから輸入しましょう。ゲルググの生産状況を確認します。ゲルググはまだまだこれからってところかな。まあ、ただ一応編成としてはゲルググもね、もう兵員要請に入れていきましょう。ゲルググの編成ですが、まあやっぱり先ほどからお話しているザックスナイパータイプ。これはね、絶対入れたいですよね。あと工兵中隊。それに整備中隊を入れて、まあこれがね、いわゆるも MS 小隊、モビルス小隊みたいな形で運営してるんですけども、これを一つ、作っていきましょう。で、生産のラインの方なんですが、この後、さらにゲルググを増やしていきたいなと思います。北米大陸はすごく順調ですね。一方こっちがきついんだよね。ヨーロッパの方が本当にきつくなってる。敵がね、やっぱり強いっていうのもあるんでしょうね。この辺りはね、どうしてもじりじりやられちゃってるなっていう印象がありますね。まあ、数をさらに増やすにしてもちょっと危険なので、やっぱり北米を中心にして、ここは新松永とジョニー・ライデンに、まあ、耐えてもらう、頑張ってもらうっていうね、ちょっとそういう運営にならざるを得ないところですね。まあ、ただ北米でしっかり、安定的に制圧できれば、まあ、ヨーロッパの方にね、再び、軍を送り込むっていうことはできると思うので、まずはこの北米大陸でね、しっかり部隊の方統率しておきたいと思います。さあ、連邦軍がついにジムを投入してきてますね。いやー、こうなってくると本当にヨーロッパオデッサの方が厳しくなってるな。まあ、いっそのことを撤収したいぐらいですけどね。撤収してみますか。まあ、ここはあえて放棄しましょう。この危険なヨーロッパからは撤収。
北米の方から再起を図りましょう。多分このままここにいても厳しいんじゃないかなと思うんですよね。もしくは、まあ、本当にもう防衛に専念する。オデッサ一帯だけの防衛。といっても、ここの領域だけでも守るの精一杯になってるからな。そうですよね。ちょっと厳しいかな。悩ましいところですね。今だったらまだアメリカ、北米大陸の方に撤収できると思います。なので撤収するのか、それともオデッサを死守するのか。オデッサ死守もちょっと厳しそうだけどな。オデッサを死守する場合、防衛ラインをちょっと引いてみますか。そしたら、一応オデッサを防衛するっていう前提で、なんとかこのオデッサを崩壊っていう形ではなく、まあ、守備よく撤退線を引いて、まあ、小さく守るっていうね、ちょっとそういう状況が作れるように、撤退線を引いておきましょう。これで様子を見ます。はい。北米大陸、ご覧のように赤くジオン色に染め上げました。一方、ヨーロッパの方はご覧のように厳しい戦いですね。まあ、当然、アフリカに進出どころかアジアにも、進出できていない。オーストラリアもまだまだという状況ですね。なので、ここからはですね、まあ、南米を取る。まあ、これは特に海軍の力が必要ないところなので、南米を取ってですね、その後できればこの南米から、ダカール、まあ、今セネガルって出てますけどね、ここに強襲上陸をかけて、アフリカ戦線に殴り込みをかけるっていうね、そういうちょっとイメージを持って、いきたいなというふうに思います。では今回は北米制圧完了ということで、この後南米の攻略を行っていきたいというところで、一旦、終わりにさせていただきたいと思います。